世界のジャパンチャンネルへようこそ。韓国には韓国のハワイと称される観光地があることをご存知でしょうか。リゾート地として人気の旅行先でしたが、旅行者の足元を見たぼったくり価格により韓国国内から大賓縮を買ったようです。慌てて価格を下げても後の祭りと危機的状況になってしまっているんだとか。今回は信頼を失った韓国のリゾート地、国内需要の回復に絶望的に関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。2023年2月24日付の韓国メディア韓国経済は、コロナ禍で人気が沸騰したチェジュ島のレンタカーの価格が以前の5分の1に下がっていると報じました。コロナ防疫規制が緩和され、韓国人観光客の海外旅行の需要が激増したことが直撃したとみられています。韓国のレンタカー予約プラットフォームネイチャーモビリティの価格動向グラフを分析したところ、現代自動車の中型セダンソナタニューライズの1日の平均レンタル価格の変動が特に激しいとのこと。2019年時点で11万2289ウォン、約1万1600円だったのが、コロナピーク時の2020年には17万9742ウォン、約1万9800円に上がり、2021年に再び11万ウォンに下がったものの、再びコロナの感染が拡大した2022年には海外旅行に行きにくくなり、国内需要が増えたことから15万9226ウォン、約1万7000円まで上昇。2023年に入ってようやく価格が安定してきたようです。記事では、レンタカー市場の厳しい状況は韓国人観光客の日本やベトナム旅行の需要が爆発的に増加していることや、航空会社が韓国内の航空便数を大幅に減らしたことが大きく影響していると報じており、こうした状況を受け、レンタカー企業は続々と海外に目を向けているといいます。ある関係者は、チェジュ島市場では成長に限界があるため、今年は日本などへの世界進出を進めていると話していました。観光客として中国人へのビザ発給が再開されたとしても、ほとんどが団体ツアー客で、移動は貸し切りバスがほとんど。レンタカー市場への影響は少ないとの見方で、しばらくは韓国人観光客が少ない状況が続くと見られていることから、厳しい状況が続くだろうとのことでした。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。1日のレンタル代が15万ウォンならタクシーに乗った方が楽だし、そっちを選ぶな。チェジュ島はぼったくられるからみんな海外に行くんだよ。コロナの時に海外に行けない韓国人が殺到して、ここぞとばかりに値上げをしたことをみんな忘れてないからな。あれは印象最悪だった。ホテルやレンタカー、どれもここぞとばかりにぼったくり価格にして、ほんと最悪だ。チェジュ島は基本ぼったくり価格だし、不親切で、食事も美味しくないから、私はもう行かない。せっかくの休みなら、家にいた方が、100倍はマシ。あそこに行って楽しかったなんて声は、聞いたことないわ。日本旅行と価格がほとんど変わらないんだから、あんなところに行く人が減るのは当たり前だよね。カモだと思われてるよね。チェジュ島に行くくらいなら、日本や東南アジアに行って良いもてなしを受けたい。昔旅行に行った時に、タチウオの煮付け、2人前で10万ウォン、約1万円取られた。ある意味、忘れられない思い出になったぞ。いい気味だ。日本旅行より高くてサービスの悪い、チェジュ島に誰が行くか。価格が5分の1になったというより5倍近く上げて、
ぼったくりを元の値段に戻しただけでは？自然景観は素晴らしいのにもったいない。観光地として日本に勝てるところが何もない。チェジュ島だけではなく、韓国の観光地は人、価値、物価すべて日本に負けているぞ。以上が韓国の人々の反応でした。珍しく日本を持ち上げるほど、そのぼったくり度合いにお怒りのようでした。では、日本の人たちはこの状況をどう見ていたのでしょうか。寄せられていた声を見ていきましょう。日本の反応。こういうのは厳格な規制をかけて、消費者に不利益がないようにしてほしいものだ。昭和50年くらいの日本の観光地でも、自販機の缶コーヒーが200円とかでびっくりしたことがある。それ以来、旅行先での買い物はかなり警戒しているよ。そういう意味でぼったくりというのは、自分の首を絞める行為だと思う。ぼったくりは、チェジュだけじゃねえけどな。タクシーは韓国のどこでもぼったくりに合うね。悪い運転手だと、同じルートでも奪い取られる。自国民に対してまでぼったくりするなんて、本当に自分のことしか考えない人たちなんだね。そもそもそのレンタカー、ちゃんと整備してるかな？事故ったら借りたやつのせいにして、保険金がっぽりとか考えてそう。日本でもそうだけど、ハイシーズンとかの料金変動はやめてほしい。最安値時の値段で広告出してて、実際は倍以上とかあるね。お隣さんと違って質は高いけど、やっぱり腑に落ちないところではある。ちょっとチェジュ島頑張れよ、じゃないとマナーの悪い客が日本に押し寄せちゃう。以上が日本の人たちの反応でした。お隣の事情に支障しつつも、旅行の出費には皆さん思うところがあるようですね。さて、話題になっていたチェジュ島は、日本でいう沖縄のようなリゾート地で、韓国を代表する観光地として人気の島。しかし、以前からぼったくりや安物を売りつける島の人々が不親切など、悪習慣が指摘され、観光客が寄りつかない危機に陥っていました。コロナ禍以前から問題となっていましたが、改善されることはなく、観光客の減少が深刻な状態になっているといいます。2023年5月から7月のチェジュ島観光客は前年比30万人も減少。観光客の激減により消費も沈滞し、地域経済に赤信号が灯っていると報じられていました。韓国銀行と企画財政部によると、チェジュ本部は最近のチェジュ地域実体経済動向を通じて、チェジュ経済は観光需要減少と住宅景気不振が持続し、消費心理回復にもかかわらず回復傾向が制約されたと診断。観光に最適な季節なのに、昨年より30万人もの人々が旅行先にチェジュ島を選ばなかったということ。外国人観光客は増加傾向でしたが、国内需要の減少が本当に深刻なようですね。ぼったくりなどの他に、韓国の人々が国内旅行先を選ばない理由は高い物価だといい、どうせ同じお金がかかるなら海外旅行がいいとみんなが思っているからでしょう。コメントにもあったように、ここまで韓国の人々がチェジュ島を毛嫌いするのは、コロナ禍で喉を超えるぼったくり価格があったからだと思われます。先ほどはレンタカーの価格変動が問題となっていましたが、あらゆるものがぼったくり価格になっていたのです。新型コロナの影響で国内旅行の需要が高かった2020年、チェジュ島はコロナ正常地帯とされ、ホテルの宿泊予約が急増していました。しかし、その宿泊費の価格に苦情が殺到したといいます。チェジュ島内のシーラホテルの場合、デラックスルームの宿泊費は通常1泊40万ウォン、約3万5000円台です。
しかし2020年8月1日から10日の間は74万ウォン、約6万5000円。プールやサウナ付きの商品だと90万ウォン、約7万9000円台になっていて、コロナ以前と比較すると 20% から30% 高い価格帯になっており、これはバリやモルディブのようなリゾート地のプールビラホテルの宿泊費に匹敵する水準。新婚旅行やカップルに人気のある一棟丸ごと一部屋借りられるビラの価格はさらに深刻で、7月から8月初めの宿泊費は1泊217万ウォン、約19万円。最高級のザ・キャッスルは1泊600万ウォン、約53万円を超えたんだとか。当時の韓国メディアも世界的なホテルの価格と比較しても信じられない価格帯とし、世界の都市の中でも最もホテルの宿泊費が高いとされるニューヨークやホノルルホテルでも1泊の宿泊費は平均30万ウォン、約2万6000円台だと報じていました。またチェジュ島はかねてより観光競争力を下げる要因としてぼったくり料金にも触れており、問題はこうしたぼったくり料金を防止する制度がないことだと指摘。コロナ収束後に旅行客が海外へ流れることを懸念していましたが、その通りになってしまいました。韓国政府も内需回復に躍起になっており、繁忙期の休養地宿泊費や食事代などに対する物価取り締まりに乗り出しました。2023年8月15日付、韓国の国家統計ポータルサイトでは、チェジュの7月の消費者物価上昇率が前年前月比 1.2% にとどまったと発表。2022年7月の 7.4% 上昇と比べて 6.2 ポイントも下落。全国17広域指導の中で最も低い上昇幅でした。コロナ禍でチェジュの物価を押し上げていたレンタカーや外食などの価格が元に戻ったと判断されたようです。話題となっていたレンタカーの料金は2022年7月の 24.7% 上昇から 17.4% に下落。ホテル宿泊料も 13.5% 上昇から 2.0% と上昇幅が縮小。外食品目についても冷麺 16.1% から 2.7%、 ビール 13.4% から 4.0%、 牛肉 17.0% から 0.0% など軒並み上昇幅が縮小されました。休暇でチェジュに行ったという旅行者は、宿泊やレンタカー費用は半分、食堂の順番待ちの列も以前の半分くらいに減っていた、観光名所や車の人出が少なく物価もかなり落ち着いた印象だと話していました。政府や地域の政策の結果というよりは需要が激減した影響で価格も下げざるを得なかったというのが正しいと思いますが、国内需要を取り戻すために必死なことがうかがえますね。そんな思いとは裏腹に、多くの韓国人が同じ値段ならチェジュ島より日本に旅行に行くと判断している中、なぜかチェジュ島の宿泊施設の客室数が増えているようで、供給過剰に伴う業者間の競争が深刻化するとの見方が広がっています。チェジュ島が2023年8月31日に明らかにした宿泊施設状況によると、7月に営業中の宿泊業者は7375社あり、総客室数は9万6109室にも上ります。新型コロナ感染拡大前の2019年は12月末時点で5632社だったことから、1000社以上も増えたことになります。これは新型コロナによって観光の仕方に変化が訪れ、農漁村民宿泊、いわゆる民宿やゲストハウスの需要が増えたためと考えられています。団体観光ではなく個人や少数での観光が増えたことで接触を避けられ、
独立性のある農漁村民宿が人気となり、宿泊業者の増加につながったというわけです。しかし、ただ単に増加しているわけではなく、その裏では廃業する民宿が続出しています。2019年12月末の時点で4273箇所だったのが、2023年7月末で5616箇所となっていて、確かに4年で1343箇所も増えているのですが、休業または廃業した民泊の数は4年でおよそ1860箇所、つまり10箇所できれば18箇所はなくなっているというわけです。30万人も減ったのですから、廃業に追い込まれるのも当然ですよね。完全に需要と供給のバランスが崩れてしまい、今後業界内での激しい競争になるでしょう。多くの韓国人がぼったくり価格に怒り、旅行先に日本を選んだところ、安心安全、安い、美味しい、綺麗、観光がたくさんあるなどの満足度の違いに気がついたのではないでしょうか。何度も行きたくなる日本と、大したコンテンツがなく一度行けば満足できてしまうチェジュ島、どちらをリピートするかは明白です。韓国の人々からの厳しい声を聞く限り、たとえぼったくり価格が適正価格に戻り、物価上昇が抑えられたとしても、国内需要が戻ることは難しいのではないかと思ってしまいますね。今回は隣国のタクシー運転手による違法行為について、隣国の人たちの反応とともにご紹介していきたいと思います。お隣では、警告語が堪能でない外国人観光客だとわかると通常より高い乗車料金を要求してくる事件がよく起こるそうです。ある人がソウルでタクシーに乗車したところ、タクシー運転手に警告語話せますかと聞かれました。その人は日本人観光客のふりをして警告語あまりわからないですと身振り手振りで答えました。乗客が外国人観光客であることを確認したタクシー運転手は、目的地に着くと12分くらいしか走ってないのに5万ウォン、日本円でおよそ5000円を請求しました。このような外国人に対するぼったくり商法が隣国で横行しているのです。この話にはさすがに隣国の人たちも呆れているようでした。ここで隣国の人たちの反応を詳しく見ていきましょう。タクシーの運転手は尊敬される職業になれない。普遍の法則。本当に無知である。やがて自分に帰ってくることを知らないのか。空港の前では日本人のふりをしてタクシーに乗るべきだ。タクシーの運転手が日本人だと思って料金をふっかけてきたら、その場で警察を呼ぼう。タクシー運転手の資格を剥奪して厳罰にしろ。昨年日本で友達2人とタクシーに乗りました。私たちが乗ってすぐに運転手は聴いていた音楽を消しました。なぜ音楽を消したのか尋ねると、お客さんが乗っている時に自分の気持ちのままに音楽を聴くのは失礼だと思うと、その話を聞いて本当に鳥肌が立ちました。これが日本が私たちを見下す理由だ。こんな行動しながら日本を罵れるか。日本は少なくともこのような真似はしない。日本へ出張に行って夜遅くタクシーに乗ってもふっかけ料金は一度もなかった。あんな露骨なぼったくりは国の恥さらしだ。一度摘発してタクシー免許を取り消せ。あまりにも意図的ではないか。こんなことをする奴らはたとえタクシーの免許を取り消しても他のことで詐欺をするだろう。あんな奴らのせいでソウルが非難されるなんて、一緒にされたくない。他の国を罵ってる場合じゃないね。罰金ではなくタクシーの免許を永久的に停止させなければならない。ああいう人たちが国を台無しにするんだ。イタリア人の一部のスリのせいでイタリア全体が詐欺師に見えるのと同様に、一部の悪質な詐欺師のせいで
渓谷人全体が詐欺師に見られる。こういうニュースは子供の頃から今も変わらず聞く。つまりタクシーの運転手も公務員連中も政府連中もみんな変わってないということだ。典型的な後進国の行動。これだから渓谷人は世界のどこに行っても冷遇され犯罪の標的になるんだ。日本に行ってタクシーに乗ってみろ。違いがすごい。日本が先進国なのにはちゃんとしたわけがある。渓谷はまだ遠かった。日本人は渓谷のイメージを後進国レベルだと見てるのにぼったくりまでしたら反論できないな。このように隣国のタクシーに乗る際にぼったくり被害に遭ったという例は国籍問わず非常に多く見られます。例えばオーストラリア人観光客がインチョン国際空港からソウル市内までタクシーを利用した際、通常料金の10倍以上となる137万ウォン、約13万円を請求された事件が起こりました。オーストラリア人は、帰国後、カード会社に支払い金額を問い合わせたところ、法外な料金を請求されていたことに気づいたそうです。その後被害届を提出したことで、運転手は逮捕となりました。また、あるアメリカ人観光客は、インチョン国際空港からソウル市内のホテルまでで通常料金5万ウォンのところ7万8000ウォンを請求されました。不審に思ったアメリカ人観光客は観光苦情申告センターに通報しました。その結果約2万ウォンが返金されたそうです。そしてタクシー運転手は罰として一定期間空港の駐車場利用禁止となりました。フィリピン人旅行者はインチョンソンドセントラルパークから15分の距離にある同空港までタクシーを利用したところ通常料金の10倍近い4万ウォン約4000円を請求されました。運転手は乗客が距離と料金を正確に計測できないようにメーターのスイッチをオフにしたまま運行したようです。中国人観光客は本来なら1万ウォン、約1000円にも満たない距離で5万7000ウォンを要求されました。しかし、不審に思った中国人は、車のナンバーの写真を撮影するなどして、必死に抗議したのです。すると、運転手は、徐々に料金を下げ、最終的に7000ウォンで観念したといいます。警告当局に寄せられる苦情の中で、タクシー関連のものは、ショッピング 31.5% に次いで2番目 14.1% に多いとしています。このように隣国でタクシーを利用する際は被害に遭わないよう細心の注意が必要になりますね。一方現役のタクシー運転手の方のコメントもありました。現職タクシー運転手です。少数のために多数が非難されるのが本当に情けなくて腹立たしいです。警告語ができない外国人なのを確認してぼったくりするのは詐欺犯罪です。あんな運転手は罰金ではなくて最初からタクシー運転手ができないように法で制裁するべきです。一部の運転手のせいで懸命に働く他の運転手がこんな恥を感じなくていいようにしてください。タクシーの運転手すべてがこういったぼったくりをするわけではないのかもしれません。しかし一部の人たちのせいで国全体のイメージが悪くなるのは非常に残念なことですね。そしてぼったくりの被害に気をつけるのがタクシーだけではありません。あるアメリカ人旅行者がソウル市内の居酒屋で2時間ほど食事を楽しみました。そして飲食代として1700万ウォン約168万円を請求されたのです。不正を行った従業員は男性が泥酔して意識を失っていた隙に手渡されたクレジットカードを使い複数回にわたって決済したそうです。この他にもドイツ人観光客が注文していないお酒の代金790万ウォン約79万円を不正に請求されるという事件もありました。隣国当局によると被害に遭った男性の毛髪からは睡眠薬の成分が検出されたそうです。こうなるともはやぼったくりの域を超えた犯罪ですね。先ほどのタクシーでぼったくり被害に遭った中国人は渓谷のイメージが非常に悪くなったと報告したそうです。
このような事態を重く見たソウル市は、国のイメージを落としている悪質なタクシー業者の根絶に向けて、ようやく重い腰を上げました。2019年9月、ソウル市は、ぼったくりのようなタクシーの違法行為を集中的に取り締まると発表したのです。空港やホテル、市内の観光名所を中心に、外国語で意思疎通できる公務員が、外国人観光客から、不満や苦情などを直接聞き取ることにしました。また、外国人と意思疎通ができないという理由で乗車を拒否することも、取り締まりの対象としました。不当な料金徴収が摘発されたタクシー運転手は、過料などが課され、3回目で、タクシー運輸従事者の資格が取り消されることとなったのです。いかがでしたでしょうか。渓谷中央銀行によりますと、2018年1月の旅行収支は、過去最大の赤字となったそうです。その原因について、中国人観光客の減少の余波が続いていると分析していましたが、理由がそれだけではないのは明白です。国の悪いイメージを植え付けているぼったくりを撲滅していくような取り組みをしない限り、失った観光客は二度と戻ってこないのかもしれませんね。動画をご覧の皆さんは、タクシーでぼったくりや不快な思いをされたことはありますか？よかったらコメント欄で、ぜひそのエピソードを教えてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。